こんちゃーす、村上でーす、お願いしまーす。はい、てるわけで、今日からですね、僕このチャンネルで毎日投稿しまーす。いや、こんな生きがって大丈夫かな、怖いけどね。まあ、なんで俺がこのアカウントを使おうかと思ったかっていうとですね、なんかもう正直このアカウントはもうどうでもよかったんですよ。もう将来的にというか、もうなんだろうな、もうサブチャンというかゴミ捨て場みたいなチャンネルできたらいいなと思ったんですけど、まずなかなかね、使う機会がないと、そう思ってですね、最近テオくんとかジュキアとかセリシュンがなんかやってるじゃないですか。怖いことじゃねえわ、マリオカートをやってるじゃないですか。だからその流行りというかね、そのなんていうの、それにあやかって、まあ、村上くんもちょっとやっていこうかなと思うんですよ。で、なぜ、いや俺そう一応ね、本ちゃんみたいもあるんですよ、個人のね、ゲーム実況チャンネルの本ちゃんみたいもあるんですけど、なんでじゃあ逆にそっちで毎日投稿しないのかっていうとですね、まあ大人の事情もあるんですけど、まあ何よりですね、もう僕荒野行動の動画以外マジで伸びないんですよ。だからこうやってね、今こうやって別のアカウントでやってるんですけど、ちょやめてー、持ってたわ。まあそれでですね、まあ僕もなんかね、みんなと同じようになんか普段の日常であった出来事とか、そういうのちょっとお話できたらいいなとは思っているんですけども、まあ僕ですね、こう見えてですよ、家から一歩も出ないんですね。だからなんか濃い内容のなんかそういう面白い話とかが一切なくてですね、だからなんだろうな、困ります、本当に。なんかみんなさ、そういうなんかちょっとラジオっぽいことやってるんだけど、もう俺本当に話すようなこともないからさ。あ、ごめん、あれ青コーラ俺が消しちゃった、ごめんやっちゃった。まあ、バーンつってね、だからもう多分基本的になんだろうな、まあ視聴者の人からなんかなんだろうな、恋愛相談的なやつをちょっと募集して、まあそれに相談乗っていこうかなみたいな感じなんで、コメント欄でなんかそういうのね、書いてほしいなと思ってるんですよ。まあなんか最近やった怖い話でも何でもいいんですけど、何でもいいです、もうとりあえず、おい、まあ何でもいいんで、とりあえずなんかコメントください、本当に。もう多分最初の方とかもうクソみたいな再生数だと思うんですけど、もう全然気にしません。もう村上くんがもうクソみたいな人間なんでね、全然気にしません。はい、さあ楽しいですね。さあここで、うざーい、うざ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 、死ね死ね死ね、全員死んでしまえ、俺がうざい。はい、てだけで2回戦やっていくんですけど、そう、僕の昔あった出来事を今から話そうかなと思います。でもね、僕こう見えてですよ、こう見えて話すのがとても下手なんで、リアクション芸人なんで僕、だからほんと話すのが苦手なんで、面白くなくても怒らないでください。まあてなわけで、まあ昔あったちょっとね、出来事を話していこうかなと思うんですけど、僕最近ではですね、あんまりその外に出ないって言ったじゃないですか、さっきね。まあ最近外出なくなったんですけど、僕アルティメットユニっていうね、チャンネルもやっておりましてですね、まあその時かな、その時まあ電車でね、撮影場所、いつも使ってる撮影場所に行ってたんですけど、まあその撮影場所にですね、行く時、まあ電車乗らないですか、で朝なんですよ、もう朝7時とか8時ぐらいに家出てみたいな、ちょっと嘘なんですけど、まあ、それでですね、まあ、そんな朝早くから出るとやっぱり通勤ラッシュとかに偶然ぶつかる時があるんですよ。まあ、通勤ラッシュじゃなくても普通に遊びに行くラッシュみたいなね、あるじゃないですか、まあ、土日とかだったら。それで当たるんですけど、まあそれでまあ案の定満員電車ですよ、満員電車、ちょっとやめてくださいね本当に。で満員電車で、まあ、立つことしかできないわけです、満員ですからね、そりゃもう文字の通り満員ですから、そりゃそうなんですけども、あいつ、え、うざこいつ、オッケー、いいねー、かっこいい俺。あ、で、そうで、満員電車じゃないですかと。で僕はまあ立ってたわけですよ、手すりに捕まって、これ後ろから来んな、これ来てんな、めんどくせえなこいつマジで。でその満員電車でですよ、立ってたらですね、まあ、近くに男の人が寄ってきたんですね、僕の近くに。まあそりゃ満員だからしゃーないんだけどもね、まあ、しゃーないんですけど、まあ男の人が寄ってきて、まあその人が僕のお尻にチンチンをなすりつけてきたんですよ、おチンチンをですよ、おチンチンを。で俺はもうそういうね、人種、ああうぜ、そういう人種というか、なんだろうな、そういうなんだ、ホモとかじゃないからさ、人種っていうと差別みたいなのかやめろや、ほんとに違うでしょ、違いますからね、差別とかじゃなくて、
あ、やべ、うざすぎ。もうなんかで、それでですよ、もうちょっと話終わっちゃうじゃん、ここもう終わっちゃうから話できないじゃんよ。ちょっと次に行きましょう。さあ第3回戦でございますけども、先ほどの話を続きをさせていただこうかなと思います。まあさっきなんかその満員電車で男の人にチンチンをなすりつけられたって話をしたと思うんですけども、まああのその続きがまだあるんですね。まだあるんです。そう、まだ続きますからね、この話で。まあチンチンをなすりつけられたわけですよ。まあ普通の人だったらね、そこで怖くなるじゃないですか。まあ声が出ないとか、逆にまあ声を出してね、あの駅員さんに言うとかあるかもしれないんですけど、そこで僕はですよ、そこで僕は諦めなかったんです。そう、何を諦めなかったかっていうと、なんだろうな、僕はです、いや僕はですよ、女性の方とかはもうすぐに声かけてくださいね。まあ僕の中ではですけど、まあそういう嫌がらせというか、そういう痴漢とかされたらもう逃げだと思ってるんですよ、人に言うのは。だから僕は逃げないようにね、そのまま必死抵抗してたんです。で普通にケツをちょっとね、前に持ってきて、ケツが当たらないような位置とかにね、あ、チンチンか、チンチンが当たらないように、うっせえバカ、すごい当たり方した。でまあ持ってきたりとかしてたんですけど、まあそしたらですよ、まだなすりつけてくるわけなんですよ。まあこれが痴漢ですからね、それが痴漢ですから。でもうそこで僕は思ったわけです。逆にスリスリしてあげちゃえばいいんじゃないのって。でチンチンを僕のお尻で巧みにスリスリしたんですよ。そしたらもう、あらま不思議、どん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 とワンナップキノコは大きくなってってですね、もうすごいですよ、もうパンパンだもんね、パンパンになってましたからね。それでまあなんか相手もなんかすごいなんか気まずくなったからわかんないんですけど、まあなんか僕のお尻から身を引いてですね、僕の完全勝利でございますよ。うん、いや楽しかったなあれ。いやもう一回したいとかそういうのないですけど、まあね、次回またそういう経験があったら、まあ、ぜひそういう対処法を僕はしたいですね、またね。うん、またなりたいとは思わないよ。でもまあね、これあれですかね、あくまでこれは僕の話ですし、僕は今武勇伝のように語ってますけど、いやその時マジで怖かったからね、ガチで。1位、せー福原愛も驚きのサーが出ましたということで、4回戦目ですね。もう多分これで最後だと思うんですけど、まあこんな感じで、最終戦でございます。もう最後はちょっと真面目にやろうかな。さっきすごいお話がね、長くってごめんなさいね、本当に。まさか2回戦も続くなんて思いもしなかったですからね、僕も。まあ僕自身さっきも言った通りね、お話が下手くそなので、まあちょっと変なところもあったと思うんですけど、まあそこはご愛嬌というか、まあまあそういうやつなんだなと思、うざーいと思っといてください。はい。さあもうとりあえず最下位の方に落ちてきましたけどもああもう疲れてきちゃったんだよな俺な。もうさっきのあのテンションもうあれギリギリよ。今もう1日に1回出るか出ないかのあの声量でさっき話してたからね。なかなかないよあの声量。俺もう本当に普段テンション低いから、こう見えて。そうなのよ、俺こう見えてテンション低いからね、本当に。ちょ、うざ、あのね、もう俺も思うわけですよ。なんか実況撮ってる時の俺ってなんかやたらテンション高いなーって。でまあ他のね、アルティメット4人とか、まあそういう他の人のチャンネルとかね、あとはなんなら飲み会とか普通にご飯行った時とかの俺のテンションってすげー低いなって自分でも思うわけですよ。もうなんか俺ってもしかして人間じゃないのかもしれないって最近思ってきて。でまあなんかコツありますか、テンションを維持するコツってありますか。元気な人教えてほしいです、僕に。なんかもう本当にね、やっぱもうこの年になるとやっぱ人と遊ばなくなっちゃったりとかして、まあもう大人になるとこうなるんですよ皆さん。だから本当に学生とかね、学校生活はもうしっかり楽しく送りましょうね。本当にこうやってね、俺みたいにゲーム実況がストレスのなんか吐き口になっちゃダメですよ本当に。こんな人間になっちゃいけないよ本当に。うぜえ。まあなんか最近はもうなんだ、俺の友達とかもさ、インターンとかなったり、なんかそのインターンももうちげえか、まあ普通にもう職業じゃねえ、就職してるやつもいるからね。うん、就職してるし、うざーいって。この最後の最後で負けるやつなんだろうね。まあだからそういうのも考えたら、やっぱり
みんな今のうちに若いうちにね、遊んどけよって僕は思いますよ。ね。はい。まあ、というわけで、最後、僕が本気でやるといったレースではですね、第10位というね、結果でございましたということで、死ねー